今日紹介する作家は坪内逍遥。評論小説神髄で提唱した自らの小説理論を実践した作品です。坪内逍遥東征諸星かたぎ。江戸時代から続く勧善懲悪の物語を否定した逍遥、写実主義を掲げて書かれたこの作品には、明治時代半ばの東京の学生たちの生活、そして当時の世相風俗が生き生きと描写されています。やあ須川、君も今帰るのか。おう宮賀か、君はどこへ行ってきた。僕かね、僕はいつか話をしたブックを買いに丸山で行って、それから下屋のおじのところへ回り、今帰るところだが、まだ門限は大丈夫かね。いいさ、実は我が輩は少々思っちょるから、こうっとまず本日だけは君と連名にして遅刻届を出しておいて、君の本証書は明日改めて出せばえいさ。むしろ遅れたぐらいならどこぞへいんで牛でも食おうかい。それじゃあそうしよう、と両人あたりを見回し、半丁ばかり先の牛肉屋へ入る。あの次原とかいうやつは嫌なやつだね。この間も絹の袴を履いて駒桁を履きやがって。そのはずさ、あいつはインモーラルパーティーの領袖じゃものを。前の日曜日の晩下なんぞは門冠をダサいで帽子で顔を隠しおって、学校の門を抜けだいて山谷と一緒に新宿とやらへ行きよったそうじゃ。そう遊んでばかりいながら、よく教場へ出られるね。そこがあいつの老園じゃわい。次原は正楼へ行くときにも家業の本を持ってって、明大部屋たらいうとこで間があると下読みをするっちゅう噂じゃ。おい、何時か。いや、まだ9時10分前じゃ。存外早いなと言いかけしが、よくよく見ると時計は止まっている様子なり。いや、いかんいかん、時計はどんたくじゃ。そりゃ大変だ、帰ろう帰ろう、と忙しげに下駄を履きて両人表へ出る。されました。うん、あ、本当だ。わー、取れる。綺麗なところに取れるかな。今のは今で頑張ってくれ、軽く軽いと思いやりたくない。